キモさんと一緒にピッチに立つこと自体、まあ本当僕からしたら本当にもう奇跡みたいなもんなんで、もう小さい頃から本当に憧れてたサッカー選手ですし、もうずっと見てきた方なんで、本当に率直に嬉しかったですね。